皆さんこんにちは、妖怪ウォッチやってきます。今日ですね、かなり久しぶりに延々トンネルやったんですよ。多分ね、妖怪ウォッチ新打ちが発売されてからは一度も行ってないんで、あれ12月でしょ、12月13日に発売されたんで 1,2,3 うん、丸3ヶ月延々トンネル行ってなかったんですけど、あれはね、行くもんじゃない。今日はね、1万2000メートルまで行けたんですけど、すんごい時間かかった。1時間以上かかったな、あれは。だいたいね、1万メートル進むのに1時間ぐらいかかるらしいんですよ。でね、あれね、他の実況者じゃないんですけど、 YouTube に上がってた動画を見るとね、結構な距離があるらしい。8万とか9万とかそのぐらいの距離があるらしいんですけど、半日かかるよね、8万とか9万だったら。もう俺ね、1時間ぐらいやっただけでもういいやと思ってしまったんで、延々トンネルは無理だな。なんかね、その延々トンネルの奥の方に行くと、どんどん S ランクのレア妖怪が出てくるっていうね、話は聞いてるんですけど、ちょっとね、延々トンネルはやる気になれないな。すんごい疲れちゃった。まあね、ちょっと延々トンネルをやってるせいで、この妖怪ウォッチの実況ができていないっていうね、ちょっとやばい状況になってるんで、今回はこれ、やり残していたクエストやっていきたいなと思いまーす。よっ、元気してる？マッハ少女。これから友達と集まって自転車レースするのよ。よかったらあなたも参加しない？やりましょう。C1 グランプリ S。そこなくっちゃ。それじゃあ行こっか。いいね。今回もジバニャン来るのか。これ相当久しぶり。おお、トップトップ。あれ、あ、こっちか。ちょっとわかんねえよ、こんなコース。これどうなってんだ、わかりづらいな。こっちか、こっちか。抜かれてしまった。ほのぼのー。どっちどっちどっち、こっち。うわー、このコース結構難しい。やばいやばい、引っかかった引っかかった。どっち、こっちだ。おしおし、いい感じ。あっ、だっ、オッケー。邪魔してくるやつはいないよな。やばい、この隣のやつ、この女の子すごい、マハ少女か。どっちどっちだ、こっちか。楽そう、わかんねえ。やばい、勝ちたい、一発で勝ちたい。あー、はにゃばー。ちょっとこれ負けるっぽいな。うわー、負けたよ、マハ少女に負けた。ジバニャン遅いな。いやー、僕としてはこれ1位で一発で受かりたかったんだけど、コースが分かりづらい。もう一回やろう。ちょ、あんま下の画面も見てられないからな。よし、下の画面はね、ちょっと見てられないんだよー。あと、こっちか。そう、分かりづらいって、もう。どっち、こっち。そっか、下と上の画面をいい感じで見ていかないといけないんだね。こっちか。あー、ちょっと変なやつ来た。よし、このまま前進、このまま前進で、多分こっからちょっと分かりづらくなってくるんだよな。こっち行って、あ、やべ、俺一人で爆走状態だ、爆走状態。いやー、やべ、すげえいい感じ、すげえいい感じだ。よーし、17秒短縮。よかったこのクエスト、これでおしまいか。
でもさすがに動画として短いよね。でもやることがないんだよな、もう。お、ボーナスチャンス来たよ。当たり。当たりなんだこれ。うん、ダンシングスターを手に入れた。このさ、自転車屋さんでカラーリングが変更になったっていうやつさあるけど、これ色が変わるだけでしょ。俺初期設定から変えてないかな。ね、女の子らしくこのピンクの自転車このままでいいかなっていう感じなんですけどね。カラーリングする予定は今のとこないな。さあこの後どうしよう。やることなくなった。やることがない。さてさて、この中にね、まだ仲間にしてないフルーツニャンが結構いるんだよね。ねまずイチゴニャンは仲間にした、スイカニャンも仲間にした、メロンニャンも仲間にしたんだけど、このブドウニャンとオレンジニャン、みかん、みかんか、あとね、実はキウイニャンも仲間にしていないっていうね、ちょっと手たらくぶりでやってないんですね。これは花子さんか。よしね、今回の動画短いんですけど、キリがいいんでここで終わりたいなと思います。ありがとうございました。